五郎さんです。今はすいません、お名前をお聞きしてもよろしいですか。はい、堀米と言います。ご苦労さんです。ありがとうございます。今ここは大体何キロ地点になるんでしょうか。112だっけ。あ、112だね。はい、112です。スタートから昨日から。そうです。延々。はい、丸一日。丸一日、お休み、こう休憩されたんですか。いや、まあこういうエイドでちょっと30分休んで。はい、それで100キロ走り続けて、私そんな精進にしか見えないんですけど、なんか平然と。あるんで今のところは2番目がこれからの2番目がちょっとどうなるかが、もう2番目のすごいですね。ちょっと今雨が降ってんで足元はね、ちょっと心配なんですけども、もともと落ち葉が多分ふかふかのところなんで、あんまり影響ないかな、序盤はまあ影響ないかなと思いながら、でも尾根が長いので、長いですよね。ここ行って帰ってですからね。そうですね。行きながらまた帰りのことも考えたいなと。そうですね。はい。その先の黒津峰とか三津王城とか、かなりえぐいので、そうですね。でちょっとここで休憩して、ね、エネルギー補給してね。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。アドベンチャートリルね、126番選手ですね。なんか歩いてこられたんで、ね、応援の人かなと思いきや、まさかランナーという、すごいなぁ、ちょっと。よかった、グッドタイミングですね。はい。ここからっすよ。はい。そうなんですね。ここが長い、長い。そう、さっき。めっちゃ長い。15キロ行きがあって、帰りが14キロあるんで、ここで全員折れてました、向こう。まあ、でも、ごめんなさい、ここ知ってますもんね、コース。そうそうそう、松さんが案内してくれて。初めてのコースではないんですか。下見はもう去年にしてたんで。なるほど。はい。続いてまた選手。ごめんなさい。はい。ありがとうございます。ひこさん、お疲れっす。ごめんなさい、ナイスマン、ナイスマン。温かいもの、温かいもの。沖縄そば。いただきます。すごいですね。はい、次のね選手来られました。お名前お聞きしてよろしいですか。はい、渡辺と言います。渡辺さん、いや100キロきついっす。いや、きついっす。ちょっと僕ね、想像していたより皆さんなんかすごい元気そうに見えるんで、から元気ですか。いや、元気です。から元気が出るほど、もうほんとつらいっす。いや、もうほんとほんとつらいっすいや、もうでもここまで来たからにはね、最後まで、そうですね、もう完走を絶対したいと思うんで、はい、もう70時間かけてでも、もう完走しようと思ってますんで。いやね、ほんまですね。ここを早くこっちまで来て、仮眠どっかでする方がいいかもしれないですね。ああ、そういうことですか。向こうは寒すぎるんで、あったかい場所で極力ちょっと仮眠するか休むかっていうのは、まあまあやばそうだったら考えて、もうここ越えたら今度できないから。そういうことですよね。はい、エイドはあと2カ所あるけど、なるほど。そういうちょっとコース取りの作戦もこの競技には必要になってくるわけですね。そうですね。闇雲にもう突き進むだけじゃやっぱり体力も持たないし、そうですね。あら、そうか。この長い距離をね、だいたい僕ね、聞いてね、100マイルと聞いただけで、とんでもない距離をそんな人間が行けるものかと思っていたんですが、意外とやったらいけるもんですよ。いやいやいや、ぜひぜひ来年の本大会には。いやいや、ね、超人はね、すごく簡単に言うんですよね。いや、出てください。行けますよってね。女子トップです。女子トップです。おお。なんかすごいいいタイミングでおられません。すごいね。ナイスラー。ナイスラー、ナイスラー。すごいですね。まあったかいもん。はいはいはい。一応サポートそこで。お疲れさんです。お名前をお聞きしてもよろしいですか。谷口です。谷口さん、はい、女子トップということで、ようこれ100キロってここ聞いたんですけど、来られる選手、えらい、なんかね、私想像していたより元気そうに見えるんですけど、もう胃がもう何十キロ前からやられております。あ、そう。
脂肪を燃焼して頑張ってます、はい、自分はいはい、すいません、もうちょっとねお休みしたいところ、なんかお話をお聞きしておりますけども、ゆっくり休んでください。ありがとうございます。ちょっと一回休憩します、はい、どうぞどうぞ、はい、ありがとうございます。すごいね、はい、ね、ちょっとトップランナーの装備は、あ、これね、あの背中に皆さんつけてられるのはこのストックなんですかね。飲み物はこれ、あのやっぱり急斜面とか降りたり上がったりするときはやっぱり必需品あった方が楽ですね。あ、本当に急だとなんかこれよりも周りにある木掴んだ方が難しいんですけどね。はあ、あとはあのこの両側にあの補給の、そうですね、あの水分入れて、あと補給食とかみんな持ってます。なもう走りながら食べながら飲みながら、そうですね、もうそんな感じです。いやね、ちょっと経験したことない私、あの本当に仕事的な本大会があのちょっとあの